浜崎選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想をお聞かせください。そうですね、1本 KO を狙っていったんですけど、自分の思ったような試合展開じゃなかったんで、まあ、嬉しいというより、まあ、悔しい気持ちの方が大きいですね。対戦を終えて相手の印象というのは違いましたか？あ、そうですね、まあ、大会前煽るようなこと言ったんですけど、まあ、最初戦った時よりやっぱり一回りも二回りも強くなってましたね。今回の試合で結構いろんな方が女子格闘技の今後ということについて話されていたと思うんですけども、うん、今回の朝倉選手の戦いで女子格闘技今後どうなるかということを浜崎選手思っているか教えていただけますか？そうですね、日本で今、2番手というか私のすぐ下が、まあ、朝倉環奈選手だと思ってるんですけど、まあ、これもっともっと多分ねこれから強くなると思うんで未来は明るいというかこれからもっと盛り上がるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。試合を終えたばかりですが今後の展望を教えてください。そうですね、まあ、今回ちょっと悔しかったんでしっかり練習してもっともっと、まあ、圧倒して勝てるぐらいの強さを見せていきたいなと思います。ありがとうございます。オフィシャルからは以上です。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？はい、本格闘技の松山です。試合が終わって判定は割れましたけれど、はい、浜崎さんはどういうふうに考えてましたか？いや特に、まあ、判定は判定なんで、まあ、自分としては勝ったなと。あんまり自分の試合の判定っていうのは勝ったの負けたなっていうのはあんま思わなくて今回も特に、まあ、割れたんですけど負けたとしてもしょうがないかなと、まあ、判定になったからには、まあまあ、審判の方の判定なんでもし負けたこれあれで負けたとしても別に不服はないですね。まあ、不服というかその、終わった時点では競り勝ったかなという感じでしたか？そうですね、まあ、ダメージでいうと、まあ、あっちのがあるのかなというふうには思いましたね。はい、1ラウンドに相手にこう腰を落とさせてで後半ちょっと追い上げにあったという点があったと思いますけど実際にご自身の、進化とそれと浜崎選手朝倉選手 の成長については、これまでの試合と比べて具体的にどんなところが成長したと感じていましたか？まあ、全体的に、まあ、成長したのと、まあ、プライスたらあっちのチームの作戦がうまくはまったなという感じはありましたね。それはそのアームロックも含めて？まあ、そうですね、まあ癖とか、まあ、何回も映像見たよって言われたんでかなり研究されてたんだなっていうのは感じました。その一方で浜崎選手がこの試合を制すことができたポイントはご自身ではどういうふうに考えてますか？まあ、意地もありますし、まあ、そこが一番ですかね、まあ、試合の中でまあ負けたくないっていう気持ちもありましたし、はい、そこだと思います。若手に頑張ってほしいとちょっとこう一歩引いたような、コメントもありつつもでもご自身もまだまだ、まあ、そうですね、うん、やっぱりこの次の世代の子にもやっぱ頑張ってほしいなという気持ちはすごいありつつもやっぱ負けたくないんで、うんうん、はい、まあ、やるからには抜かれないように頑張りたいと思います。今回のメインイベントの前までの試合がこういろんな激闘があったかと思います。それは浜崎さんの中で何か影響がありましたか？もう一回いいですか？自分の試合の前までの試合がなかなかこう激闘が多かった、はい、と思うんですけどそれはちょっと見ながら迎えた感じでしたか？はい、まあ、そうですね、今回本当にフィニッシュ率が高かったんで、うん、まあ、私もまあ1ラウンドから決めるつもりで行ったんですけど、まあ、結果こうなってしまったんですけど、まあ、すごい試合が多かったんで刺激はもらいました。実際にそのメインを張って終えた気持ちはどのような気持ちですか？まあ、そうですね、まあ、不甲斐ない気持ちもありつつも、まあ、カンナちゃんがすごい成長してたのはやっぱり素直に嬉しいですけど、まあ、まだまだだなっていうふうに思いました。自分が激闘にさせたくなかったまあまあそうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？
私から一つよろしいですか、はい、今回勝利してハーレーを手に入れたと思いますが、はいはい、どちらへ行かれたい、どうしたいなどございますでしょうか。ちょっとあんまりこう遠出とかバイクでしたことなかったんで、バイクでちょっと鎌倉とか海とか行ってみたいなと思いましたぜひサイドカーもつけて犬乗っけていきたいですね、はい、ありがとうございます、はい、その他ご質問大丈夫そうでしょうか。あ、はい、上野さん後ろお願いします。本郷さん、すいません、ザページの本郷と申します。思ったような試合展開にちょっとならなかった、そのプランとしてはどういうこうプランを描いて入られたんですか。そうですね、正直作戦は全く立ててなくて、毎回なんですけど立ててなくて、まあ相手がすごく研究してて、まあ、作戦通りに相手の試合が進んでいったのかなっていう印象がすごく強かったですね。まあ3ラウンド判定勝負狙ってたじゃないですか、うん、まあその通りもなりましたし、まあ、結構まあ体力も削られてたんで、まあそこはちょっと私の中でもまあ課題が残る試合だったなと思います。第1ラウンド非常にその積極的な殴り合いを仕掛けて、あそこにこう気持ちがねすごく見えて、もう殴り倒してやるみたいなね、はい、気持ちが見えたんですが、まあこう強引すぎるぐらいにも見えた。でもただ実際強烈な右も入って決まりかけた、あのあたりはもうプランというよりなんかこう気持ちで出たように身も見えたんですが、うん、そのあたりどうですか自分で。そうですね、まだ打撃では結構勝ってたというか、まあ、いいのが当たってた感触があったんで、まあ、いつもこんな感じなんですけど、もしかしたら倒せるのかなっていう感じでちょっと殴り急いだというか、まあ、KO 狙いに行っちゃって力みすぎちゃったのもあって、結構最後の方疲れちゃったなっていう感じです。第3ラウンドの最後の、まあ、20秒ぐらいから、まあ、腕を決めに行って、本当に最後の数秒ぐらいでテイクダウン取りに行って、あのあたり最後まで、まあ、仕掛けたところっていうのもすごく印象に残ったんですが、はい、あのあたりどういう心境だったんですか、その終了何十秒っていう段階では。そうです、まあ、守りに入るよりは、まあ、最後までこう攻めていきたいなっていう気持ちもあって、最後一回倒したいなっていう感じで、なんかこうがむしゃらというか気づいたらタックル行ってましたね無意識で、はい、最後今後なんですが、まあ、ちょっとコロナ禍で海外の選手も呼べず、なかなかそのマッチメイクする側も難しい状況になってて、うん、浜口さん自身の、まあ、モチベーションの持ち方も難しくなるかと思うんですが、そのあたり今後、はい、どういうこう目標とどういうこうモチベーションを抱いてこうリングに上がられるつもりですか。いや、もう今回の試合でちょっと逆にモチベーション上がったというか、自分がまだまだだなっていう感じで思ったんで、ちょっとまたしっかり頑張らなきゃなと思いましたね。かなり神野さんの成長を感じられたと。そうですね、やっぱり強くなってたし、あ、すいません、そうですね、まだまだ負けれないなっていう気持ちが自分の中にあったんで、もうちょっと頑張りたいと思います。それは3度目の勝負、はい、来いよという意味も込めているんですか。まあでもそうですね、さっき本人にも言ったんですけど、またね、機会があればもっと成長したカンナとやってみたいなって気持ちはありますね。この座を守り、そうですね、まあ、それまで負けないでって言ってもらったんで、まだまだね、ちょっと私も一緒に成長し続けたいなと思います。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。
大丈夫そうですか、はい、では今インタビューの様子を173でライブ配信しておりますので、はい、173からお願いします。はい、17ライブでございます。お疲れ様でございました。ありがとうございます。お疲れのところ今日来ていただきありがとうございます。今17ライブはですね、この様子をライブ生で配信をしておりまして、いろんなファンの方からコメントをいただいておりまして、はい、それをちょっと何個か ご紹介させていただきたいと思っております。まずはですね、まあ、風格あるよねとかっていうコメントもやっぱりチャンピオンなので風格あるよねというコメントであったりとか、あと女性の方も結構多いんですけれども、ファンでですね、はい、女性として、まあ、雷神のですね女子格っていうのをどんどん広めてほしいであったりとか、あとご質問もいただいております。はい、今日の試合で、まあ、ダメージはありますかと、いつから練習再開されますかというご質問が来ております。ダメージはないですね。ちょっと膝がちょっと内身というか痛いぐらいで、なので何日か、まあ来週ぐらいには多分普通に、なるほど、はい、練習できるかなって感じ。ありがとうございます。あとちょっと試合に関しての質問なんですけれども、はい、立ち上がりですね、結構浜崎選手のワンサイドゲームになるんじゃないかなっていうぐらい打撃でぐいぐい行かれてたと思うんですけども、あそこでもうちょっと欲張っちゃったってお話さっきあったと思うんですけど、完全に決めきるつもりで行った形なんですかね。そうですね、1ラウンドからこう殴って倒しに行こうと思って結構急いじゃったというか、そういうところありましたね。で実際あれですかね、2ラウンド目3ラウンド目ちょっとリズムが狂って、はい、という形ですか。そんな感じですね、はい、完全に狂わされたというか、まあ、相手の作戦がやっぱりすごい立ってたんで、チームでちょっとやられちゃいましたね。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっとそこは従前おっしゃっていたカンナ選手はそこまで成長してないみたいなところが、今度逆にものすごい成長されていたという、うん、まあ、そうですね、やっぱ強くなってましたねだいぶ、はい、うんうん、具体的にここ全く予想してなかったよっていうようなところってありますか。まあ打撃よりもやっぱりこう寝技に関する寝技のディフェンス能力が上がってたかなって感じですか。なるほど、ありがとうございます。あと最後になんですけれども、ファンの方からいただいておりますが、17ライブで、また配信してくれますかっていうご質問が来ております。はい、はい、ちょっと勉強してやり方、はいはい、ぜひやらせてもらいたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、17からは以上でございます。ありがとうございます。